旅行の達人。旅行の達人のアイリです。今回は横浜中華街でおすすめの食べ放題10選をご紹介します。今回はみんな大好き横浜中華街にあります安い、うまい、食べ放題の3拍子が揃った最高におすすめのお店をランキング形式で10店舗ご紹介しちゃいます。横浜中華街を訪れた時はぜひ参考にしてみてください。旅行の達人、最初にご紹介するお店は超有名店皇朝です。中華料理世界チャンピオンが自信を持って提供する美味しい中華料理ですので、美味しくないわけがないのです。メニューには人気のランキングが書いてありますので、それをもとに頼んでいくのも楽しいですよ。次にご紹介するお店は招福門です。こちらのお店はとても人気店で、開店前から行列ができちゃいます。なんといってもこちらのお店はどの料理も絶品だという点、何を食べても外れなく、さまざまな中華料理を楽しむことができます。続いてご紹介するお店は横浜大飯店です。中華街で連なるお店の中でも長く愛され続けているお店なんです。昔から守り続けている味は一度は味わっておくべきです。メインのメニューはもちろん、デザートの種類も豊富で楽しいですよ。次にご紹介するお店は宝天閣です。中華街は食べ歩きをする観光客の方が多いのですが、その中でも多くの方がこちらの小籠包を求めて列を作るとしてとても有名なお店です。緑色の小籠包は海鮮の小籠包で絶品。この小籠包も食べ放題で食べることができちゃうんです。続いてご紹介するお店は老新飯店です。中華街の路地にあるのですが、それでもとても人気で、週末は予約することをお勧めします。こちらも時間が無制限ですので、広東ベースの絶品中華料理を思う存分に堪能することができますよ。次にご紹介するお店は重慶茶楼です。こちらのお店は絶品点心とヤム茶を楽しむことができるお店。食べ放題のメニューも豊富ながら、中国茶の種類もとても豊富なところが人気のポイントです。続いてご紹介するお店は、なんと元町中華街駅から1分という非常にアクセス便利な客満堂三番館です。こちらのお店の売りは、なんといってもメニュー全135品が食べ放題であること。注文を受けてから調理しますので、熱々ほかほかで食べられるのも嬉しいですよね。お次にご紹介するお店は劉海飯店です。皮からすべて手作りしているという小籠包が絶品と有名なお店です。あふれ出る旨味たっぷりの肉汁を味わえる小籠包が含まれている食べ放題。こちらの食べ放題は訪れる人をうならせる料理が豊富です。続いてご紹介するお店は七福です。オーダーを受けてから丁寧に包み蒸し上げてくれるこだわり、熱々の絶品小籠包がおすすめのお店です。オーダーバイキングの天津ヤム茶65種類が食べ放題で、とってもリーズナブルなのが嬉しいポイントですね。最後にご紹介するのは金宝酒家です。メディアにもたびたび登場することが多く、本格的な中華料理をリーズナブルに食べられることでとても人気です。北京ダックも食べることができ、さらに時間が無制限。思う存分に中華料理を楽しむことができちゃいますよ。安い、うまい、食べ放題の3拍子が揃った横浜中華街おすすめ食べ放題ランチランキングトップ10をご紹介しました。横浜中華街を訪れる際は、ぜひ参考にしてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。